皆さん、小さい頃に仲間探しをゲゲムをやったことあると思います。今日は今日5つ材料はありますけれども、これで仲間探しをしてガラスの特徴について考えてみましょう。まず、皆さんがすぐ思いつかぶのはガラスは透明だということですよね。じゃあ透明な材料、これが、ガラスを特徴づけることなんでしょうか。実は唯一仲間外れになった黒曜石は、溶岩が冷え固まってできた実は天然のガラスです。ですので、もう少し、科学的に、仲間探しを進めていきましょう。じゃあ固体と液体という観点で見ると、今度はもちろん水は液体ですから、これが、仲間外れになるわけですけれども、じゃあもっと専門的に原子分子のオーダーで、見てみることにしましょう。じゃあ皆さん、分子の配列というのは聞いたことがあるかもしれません。じゃあ、これを今度は水が液体であらずの水が、仲間に入ってきました。非常に不思議なんですけれども、水が凍るときに、もちろん氷になるわけで固体になるわけですけれども、このときに分子の配列は規則正しく並びます。この規則正しく並んだ材料を通常結晶と言います。この、固体であるはずのガラスは実は結晶ではありません。どちらかというと、この水のように原子分子が不規則に並んだこういった構造をしています。私はこの、原子分子が不規則に並んだ、フレキシブルな構造を持つガラスを使って電池の研究をしています。材料を研究するというのはあまりピンとこないかもしれませんけれども、リチウム電池は皆さんの生活に非常に役立っています。で、非常に優秀な素材です。ただ地球上にリチウムはそう多くありません。これがリチウム電池の値段を上げている一つの原因になっているわけですけれども、一方でナトリウムという素材がありますけれども、これは世界中にたくさん取れます。で、この原子の大きさを見てみると、ナトリウムの方がリチウムに比べて圧倒的に大きいことが分かります。ですので、このままではリチウムはナトリウムをリチウムの電池として使うことはできませんけれども、私はガラスを素材を使ってこのナトリウムを電池にすることを発見しました。ナトリウムを電池にすることで、リチウムのような高価な元素を使うことなく電池を安く作ることができます。またガラスのようにフレキシブルな、形態を取る、こういった素材を使うことでコンパクトな電池を達成することができます。材料を研究するということで、安価でコンパクトな電池を開発でき、今はまだ高い電気自動車ですけれども、将来軽自動車並みの安い電池を作ることができるでしょう。世界中見てもガラスの研究者はそう多くありません。ガラスを研究するときには多様な観点から見ることが重要です。皆さんも、多様な、あらゆる観点から学問を、見つめて、まだ未知のフロンティアを切り開いていただきたいと思います。